こちょーす。中までたっぷりチアです。マリオメーカーやっていきましょう。恐怖のギロチンワーム4。これめっちゃ楽しそうじゃん、タイトルが。タイトルが面白そうだよね。まあ、クリア率はあれなんですけど、ちょっとやっていってみましょう。ピンポンパンポーン。さあ、これはね、もう少しちょっと中覗いてみたんですよね。いつもあるのはさ、ドアに入って、乗っかってって、右の方に行ったらできた、みたいなやつじゃないですか。今回ちょっと違いますね。もうすでにできてるやつから逃げなきゃいけないっていう。制作以来の2番の、さらに1個上を行く、斬新なコースですね。これは面白いよね。普通に追われてるだけで楽しいからさ、なんかちょっと青鬼みたいなね、雰囲気が。あって、追われる楽しさ。追われる楽しくないんだけど。怖いはずなんだけど。やっぱこういうのは楽しいですよね、やっててね。見てても楽しいんじゃないかなって思うんで。え、やばい死ぬ。危ねえ。ねっていう、そんなとこに挟まってたのか。これ死ぬからね、たまにね。あ、ファイヤー持ってこないとダメなんだ。そっかそっか。あ、でも来てくれましたね。ありがとう。ドーン。オッケー。これさ、ヨッシーで飲み込めちゃうからさ、ワールドスキンだと。気をつけないといけませんね。お、ここでさらにティーヨシザウルスムンチェックパスと、緑の悪魔。これは、そうか、上に乗って、ガリガリアクションで、こんな感じで進んでけってことだな。うねるねー。これさ、戦闘がさ、ファイヤーだからさ、面白いよね。戦闘にも行けないじゃん。前に進みすぎられない。あ、日本語がオツです。死ぬか。結構難しい。無駄に行きすぎてはいけない。無駄に前に行きすぎると死ぬ。あと十字キーの方向を間違えると詰むからね、気をつけないと。あ、うねるのか。でもこれは逆になんかやりやすくなったんじゃないか。ほら、オッケー。あ、ファイヤーがあればこれの中身が分かったけど、残念。お、中間ですね。お、スター。なるほど。あ、やばい、死ぬんじゃね。危ねえ危ねえ、しのいが。え、スター取んないと。あー、でっていうが、これはやり直しかな。それとも意外といけるかな。ほっは？意外といける。ああ、でも、あれが、壊せなくて先に進めなかったな。ちょっときついよね、これだとね。ちょっときついっすね。ただ作るだけじゃなくてさ、プラスアクションもやらせてくれて、これは楽しいよね。この前、動画で出したさ、青メットとかのさ、珍種のやついたじゃん。青メットトゲゾのやつ。あれも絶対使えるよね。こんな感じのコース作れるよね。絶対コース作ったら楽しいよ。あ、やばい。これ入れないぞ。入れた。うわ、そんな、あぶねえ。でっていうが、生贄になっちまったけど、ここで復活。ごめんよ、ティーオシザウルス。これは、あ、くっついていく感じになるのか。これは足場が、なんかずれてるけど。このずれ具合が厄介すぎるだろう。死んだし、一匹。あー、二匹目も。これずれんの結構厄介だよね。まあ、ヨシザウルスは、ブラックパックの上乗れるからいいけどさ。お前厄介すぎ。地味にファイヤー当たるし。オッケー、足場見える。ファイヤー含んでいきましょう。これは一個あれできますね。先制できますね。ここも先制できますね。よいしょ。早めに含んどいて、オッケー。いいねー。でも、どうしよう。戻れねえ。いやー、でって言うが、危ねえ。あ、死ぬ死ぬ。うふ。あ、よく見たらこっから行けるし。オッケー。はいよ。うわー、ミスった。待て待て待て。落ち着こう。やめよう。停戦協定、停戦協定。あ、危ねえ。怖え、こっち来んな。あ、ちょっと待って。今チャンス、今チャンス、今チャンス、今がチャンス。
ダメだった。でもここで先に壊しておいて、オッケー。意外と上登るの大変だぞ。チャンスメーカーもうしょうがない。ごめんよ、よし。動画の生贄になってくれ。すまない。おお、まだ中間もある。そしてまた上に降ってくるか。今度はなんか空中でこんなアクションしなきゃいけなさそうな感じですね。とりあえずファイヤー含んでいきましょう。なんか増えてるんだが2匹目がいるぞ。ワームの。ワーム種の2匹目がいるぞ。ワームって聞くと俺はザ・グリードっていう映画を思い出しちゃうんだよね。あれすんげー好きだったな。これやばい、これやばいぞ。超でかくなったね。ワームが豪華客船を襲うっていうね。いやー、ダメでした。最初間違えて羽でクルクルしたらヨッシーの卵ごとマグマに落ちていってしまうね。危険だ危険だ。乗らなきゃいけないのはこっちですね。手前に走ってる、走ってる、うにょうにょしてるワーム、このワーム種でどうやら前に進まなきゃいけない。あともう一つワームって言うと俺はモンスターファームを思い出すんだよな。全然使ったことはなかったけどヒットポイントが妙に高かった記憶はある。あんま可愛くねえんだよな、モンスターファームのさ、ワーム種は。どうしてもなんか可愛いライガーとかさ、ハムとか使っちゃうんだよね。と、あぶねえ。オッケー、道ができる。こっちで。オッケー、完璧か？ちょっと待ってくれ。あ、いけんのか？あ、いけそう。オッケー。ファイヤーちょうだい。ありがとう。ゾーン。やったー。お疲れー。いいコースでしたね。はい、こちらもツイッターでいただいたコースです。やっていきましょう。進撃の花ちゃん。パート俺は、ワンはやってないけど。なるほどね。赤花の将軍が追っかけてくるんですね。マジで？やばくねこれ。やばくねこれ。上に引き寄せて下に下がる。あ、怖っ。ちっこいのも結構厄介だね。でもまあ、なんか気持ち悪いな、こいつらも。それこそワームみたいだな。うわ、食らった。今日はなんかワームの日なのかな。嘘だろ、嘘だろ。ファイヤー取れば。でも食らう。一回上に逃げて、もう一回下に下がってファイヤー取って、ちょっとこれ繰り返して3回するのを待ちます。 OK。 あの移動にはあれがあるんだよね。回数制限があるんだよね、赤花は。海の中でも倒す必要があるのか。こいつは、おー、やるな、キラ。さすが。火に強い。あ、やべ、食らった。オッケー。あー、でも特に何かは出ませんでしたね。ということは、こっちじゃないんだな。入れないです。入れないですね。あー、オツ。逆さまで。おっと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 。ここら辺はちっこいのか。まあ、問題ないでしょう。あ、そういうことか。土管に入るのか。じゃあ一番右から行きましょうか。一番入るのが難しそうだから。理由は、おお、地上に出るの。積んだ。あ、やべ。死んだ。ツイッターで送ってもらったコースだから、俺がクラピカ理論とか言って右ばっか選んでたから、てっきりこっちかと思ったけど。ってことは真ん中確定なんすね。あ、いや、意外と一番右なのかな。あ、なんか当たってるっぽいね。真ん中だったね。おー、ファイヤー取った意味が全くなかったな。はっ、落ち着いて落ちて、オッケー。これで大丈夫かな。一応ゴールのラインには来たよね、これでね。さあ、こっからまた赤鼻に追われなきゃいけないけど、ちびっこか。うわ、コクッパとクッパ。まあ、これは問題ないでしょう。お、みっけ。やったね。お疲れ様でした。はい、こちらもツイッターでいただいたコースです。やっていきましょう。
ヨッシーとかは取れないね。取れないよね。ここの上も行けない。ということは、まずはここ行かなきゃいけなくて、なんかあるのかな？バネか。うわ、難しいな。うわ、嫌い。こういうのマジ嫌い。バネを持ってかなきゃいけないんだよね。投げちゃえばいいじゃん、じゃあ。これでだいぶ楽できますね。壁キックすると上のトゲに当たりそうで怖いんだよな。やべ。OK。で、こうなって、行くべきは、右か。怖っ。羽ついてるかわけわかんない動きするもんね。OK。あれに入んなきゃいけないんだな。おっと？持ってかなきゃいけないんだよね、ついでにね。伝えないからね、危ねえ。怖っ。あー、ここもバネ持ちですね。まあ、問題ないかと思います。これここでバネを使うのか？ OK。ぽいですね。で、これもまたバネを持ってかなきゃいけないんですね。ほっ、怖え。右押してすぐ左。OK。で、これはか、バネ持ち壁キックか。メモって、降りて、大丈夫。おー、中間、やったね。バネが3つ。こういうことですね、多分ね。違う、逆。バネ使って、バネ使って、食らわないで行ってくださいよってことでしょう。よいしょ。ほっ。あ、でもなんか見えましたね。ということは1個でいいんだ。クッパファイヤーが来ちゃったなぁ。大船。あぶね。これさ、届くね。届く届く。ついでにスタンプ取る。クッパも倒す。ここで上なのかな。戻れる。あぶねえ。上になんかありましたね。素直に。横羽ね。これは使わないだろう。折れちゃって大丈夫でしょうね。あ、なんかバネ持ってこなきゃいけなかった雰囲気だな。大丈夫か？あそこにツタ置くってことは多分孔明ですね。ここに孔明もありそう。お、ない。オッケー。じゃあこのパックンの置いた意味がわからねえな。これは多分ジャンプするとあれがありますね。片方は出しても大丈夫なんじゃない？うん。やっぱりそうでしたね。思った通り。うわー、二日酔いかよ。まあ、止まればいいんだけど。OK。なんか、バネ持ってこなきゃいけない雰囲気じゃない？右でいいんだよな。あ、OK、OK、OK。お、また中間ありますね。なんかあるぞ。一応乗ってっけど、あんま意味なさそう。あ、これは確実に持ってかなきゃいけないやつだな。これは、こいつらをうまいこと利用して。はい。はい、落ちる。落ちれない。はい、落ちる。オッケー。あ、なんか二つありますね。両方使うんじゃないかなと想像できます。持っていきましょう。ほう、ほう、ほう、ほう。はいやー。はいやー。結構遠くまで投げちゃったけど、届く。オッケー。押して、持てない。まずい。やばい、急げ。多分、ああ、持てない。ああ、切れちゃった。オッケー。あ、でもなんかありますね。あ、ゴールもありますね。てか、でっかいまんまで、来れちゃったんだけど。オッケー。じゃあ、こちら行きましょう。これで最後かな。飛んで飛んで三段ジャンプで行ってもう一回ジャンプジャンプパウ降ります降ります走るツタだ。落ち着いて伝わないように。はい、 OK、 入れます。時間に余裕がある。スターの時間に余裕がないです。ないです、ないです。危ねえ。うーわ、これやるとあれ思い出すな。アブさんのあのコース思い出すな。辛い。急がないとダメ。
急がないとダメなんじゃない？おお、大丈夫。落ち着いておいて、退避して、入ります。残り20秒。結構時間ないんじゃねえか？へえ？え、これスターでここまで？違うな。は？で、これさ、スターが出てくるんだよね。オッケー、これで勝ちゲー。あぶねえ。落ちそうだったけど。これは？そんなに鍵使う？あ、うわ！よいしょー、わっせー。そういえばさ、見てる方あんま詳しくないかもしれないんだけど、動画の最後にかかるさ、BGM のやつあんじゃん。で、音声に乗っけてチャンネル登録お願いしますみたいな感じで言ってるとこあるじゃないですか。あれを、エンドって言うんですけど、エンドカードの略でエンドって言うんですけど、ちょっと自分がエンドを作ると、いつも同じような感じになっちゃうんで、もしよかったら誰か作っていただけたらなとは思ってるんで、ぜひお願いします。あぶねえ。マリオメーカーの形式にこだわらなくて全然大丈夫なんで。これさすがに2個待ったのはまずかった？オッケー、今挟まれて死んだと思ったよ。おお、スターあんのか。オッケー、全然時間に余裕ありましたね。死ぬ死ぬ死ぬ。おお鍵あるけど入らせてもらえないマリオ、かわいそう。今最後なんか聞こえたね。うっていうの聞こえましたね。はい、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。アディオスアミーゴー。よし、オッケー。イエーイ。